お疲れ様です。今日はですね、こちらの超高回転エリポンエリジャイミラーやっていきたいと思います。ということでですね、もう玄関今日はね、まあ、エリジャイがね強いです。はい、ね、はっきり言って強いです。で、まあ、エリジャイに対して、まあ、メタとなるね、今だったらやっぱ大砲だったりだとか、まあ、インフェルノタワーとかが結構流行ってはいるんですけど、まあ、ミニペッカとかも多いですね。スパーキーとか、まあ、流行っているもののメタがあるものの言うて強いので、まあそのエレジャイをね、まあエリポンを置きまくって、最後ね、エレジャイラッシュで、はい、どんだけ暴走できるのかね、今日やっていきたいと思います。エレジャイがね、めちゃくちゃ強いって分かって、対策もしてても止まらないのが僕なのみたいな。さあ、小林くんよろしく。はい、これもう早っ、バカやくない？ボンバーに入る秒だったよ。でも相手ファイアボ使ったんで、一体ボンバーすげーやだな、すげーやだ。いやー、まあここはまあエリコンが大事なので、まあダメージ受けちゃうんですけども、まあ許容というか。さあ、トリトンザッピーマザネクロイですね。いやー、一本来てー、これ。マザネクすごい嫌だな、なんか。まあまあ言うて、これでも、その、コウモリを使う僕からしたらマザネクが嫌なんですけど、相手はザッピーマザネクのファイブウッドでちょっと返ってきたんですよ。そう、だから、相手からしたらコウモリが嫌なんですよ。だから、お互いがお互いの、なんか嫌みたいな感じの試合ですね、今回。なんで、まあ、エレジャイコウモリやるだけで多分勝てそう。っていうのが僕の、思いです。はい、ミラーもあるのでめちゃくちゃもう超絶リードしてます。今ダメージ受けてますけど、そんなのもう受けてないようなもんですよ。本当に気づかない気づかない。勝つ。さあ、で形組んであげて、フォームで上げるか、これで一旦これね、え、こここれやばい、さて怪しい、さては怪しいように見えて、ここでもう一回リポート。いやー、ここはね、やっぱね、耐えればいけない時があるんですよ。そう、ここなら耐えるんだ。まあ、低めミニペコームでは最強なんだ。マザネクとかがマジでね、いや、いいし、ここで一旦引っ張ろうか、一旦引っ張っておきながら、さあ、どこへ行くか、手すぎるけど結構入ってる、やっぱ結構入ってる方ですね。さあ、親父ラッシュ、あんま戦闘できない。で、あの分析はやばいけど頑張れそうだよ。ほら、エリジェイラッシュ来たくない？来たんじゃないこれ、お願い、エリジェイ来たい。これ一旦14エリジェイバーってのはあのこの辺のボンバーぐらいがちょっといいやつだったんで、それぞれ引っ張りにくい。それぞれにそれの構えですか。いよいよ、いやいよ、ね、来た。そう、序盤のエリアだ、でかかったですね。さあ、ザッピ来ましたね。まあ、スパーキー、ペッカー。あー、ペッカっぽいね、これ。エリジャイ今出したくなかったっすね。出したらペッカ来るもんね、これ。非常にペッカっぽい。まあ、ミニペッカみたいな出してる。はい。いや、ちょうどイメージない。
天才か。で、これ高純度使ってるんで、来てまあ合成能なわけなんですよ。合成能ぐらい近距離できるんだよ。あんま出るんですか。よいしょ、間に合ったでかいよ、これ。これ間に合ったらもうね、デレキは全許容で。おい、ペッカ、こっち戻ってこい。なんなら、ミニペッカミラーね。はい。反撃かね。で、これ、もう一発いってもいいんじゃないこれ。だいぶ、ちょっと、ねえだろ。ああ、いいのかな、これ。いいので、俺の方今度は、あまりよろしくないかもしれない。さあ、ザッパ回ってない。走んだ。ぬえい。ゴリゴリじゃねマジで。右手が強えの、右手が。いや、マジで、今なんかね、運営のやらすかっていうぐらい右手が強いんですよ。そう、なんか今、ステージとかもさ、パンケーキになってて、すごいミニペッカにしてるじゃないですか、運営も。そう、これ柱ペッカでしょ。いや、今度から。運営もそうしてるんですけど、本当なんかね、最近、ここ最近、この数週間の間に、急激に増えてます。マジで。意味が分かんないぐらい。まあ、エレジアが流行ってるからですけど、いろんな理由がありそうですけど。これはね、非常にまずい。非常にまずい。なんでもないと思い出したのか。大ピンチ。これ見てたのに。まだ。流れで切ったのに。お、いや、いいよ、いいよ、めっちゃ、俺のこの右なステーキみたいな。おっ、見てて、ステーキ。めっちゃうまい。面白いですから、覚えてますか。うわ、うまい、強いな。おぉ、やんか、お前。めんどくさ。いや、もう天才。あんまり威力上がってたやん、今。やぶねえ。いや、でも、ちょっときつい。ちょっときついけど、施設がなければ、あんな相性いいまであるな。いいな、これ、なんか、もともと流行ってる、クエイクの枠をスケにしたんですよ。そう。クエイクだと、ま、施設突破に優秀だったり、まあ、なんかね、最後の削ることも優秀なんですけど、まあ、やっぱ公開では重いじゃん、っていうので、好きにしたら、楽しい。いや、強いな、ボンバー、マジ。ね、なんか、ボンバー普通で気合ってそんな大したことないんですけど、マジ、ゴレとエレジャイに入ってるボンバーだけなんか格が違うっすよね。一旦ミニペ追加。あ、これエレジャー対決だね。ミニペだ。相手の思いが強いから。そう。あ、うまっ。何その間に乗る。おし。ダメが食え行くだけやめて。あ、フィーバーならんかったか。今ね、ずれてたら2連。
ドスコイドスコイだった。さあ、ただの部活です。ただの部活は、もう、エレジャイミラー、エレジャイミラー。しかも、ロケットあんのか。いや、ロケットねえやつだ。これ 2.3 個月だ。これ。2.3 個月だから、ロケねえから、マジで、エリコン兄弟なんですけど、どうしたかな。何か説明しても、みたいなとこあるんだけど。あの吹き矢だけ締めたいね。いやー、うまっ。いや、うまいと。これは止まんのか、何回止まんの。いや、でもこれさ、エリアドパンって思ったよね、これは。そう、アースケルトも使って、あ、でもミラースケーター。さ、リージャイで、気合で耐えます。で、こんにちは、ちょっと飛び出るで、これ、一旦、リコンいたんですけど、あの、曲がれるかな。オーケー、いいよ、これ絶対。まあ、これはね、一級タワーに1個耐えるだけ。やだー、やだー、ちょっと待って、大丈夫。これね、マジでガチの冷静な試合で2級メイリーじゃん。勇気とかもないんで絶対守れるんすよ。今天竺トルネードはもうね、忘れてるから。そういうこともあります。ホーム最強、割とも鉄壁タイム来てる。メイリーじゃない、一生したからね。大体しかもさ、ゴルナイ使ったらさ、ゴルナイ出せないんだよ、この間。ゴルナイ出したいだろ、私。ゴルナイ出せないんだよ、俺。うわ、すごい。何これ。やべえ、あれ、通る、あれ。どうだよ。マジで呪文ねえから。グラインドか？あれ。マジでどうしよう。お、出た、ダメージ。出ない。うまい。うわ、マジでキモいね。どうもしくちゃい、行くぞ、行くぞ、来た、来た、取れないだけ。そりゃ終わられるよ。あ、これ恥ずかしいな、まして。今の負けたの。ちょっと納得いかないっすね。納得いかないけど。納得いかないけど。負けたな。いやー、ちょっとね。ゴルナイ、一発ハゲちもうたっすね。エレジェイボンバーで、そんな飛ぶかっつって。そんな飛ぶかっつって飛んできたな。86位ついてる。強そう。よろしく。ガシンギルドだ。出た！なんだっけ、マガポケじゃねえな。漫画の、これ、なんか最強になった、最強、主人公最強のね、めっちゃおもろい漫画なんですよ。レベル1。あー、もう忘れたわ。本当にタイトル。めっちゃおもろい漫画。多分コメント欄に誰かが書いてくれるでしょう。お前だけで、ドリルのマジやっちゃで、まあ、キョスケが入ってるかどうかって感じ。
さあ相手はマジで呪文が、まあ、取れたるだけだと思うので、まあ、極限あろうがなかろうがどうでもいいって感じでエリパンレッツエリクサーポンプ。いやマジエリポン本当にいい意味でねキモいんだね。いい意味でめちゃくちゃいい。ガチで強いからな。さあこれももうタックル。おっおい、いやでも大丈夫だと思うんすか。でボンバーもあるんで、このいや今日でもよかったなこの守り。ドリルにはボンバーで、あともうエリジェ出してええやろ。さあ一体に置いてここにドリル来るかもですね。リボン壊しに。うわすごい。でこれ即うわーはいこれってよかった。いやーやばいなこれ。最近マジでバスケドリルもうめっちゃ強いんですよ。ダメました。本気でも強いどころじゃないんですよ。終われって言った方がいいですよ。そういうのも大変でそれに対してまあそこは無理ですよね。なら行こう。全部エリジェで守ってるかもしれない。さあ追加してきて追加してきて行くよ行くよ。やばい16エリジェがやばいやばい。さあおかわりこれなんてやばいなぁ。オーケーいいねマジでね。エリポーンとこのエレジャイ、そしてなんかスケコウモリボンバーのこの相性が良すぎるな。さあいいんじゃない ?101 ついてんね。よろしく。101オンリーエリポンないのやだね。エリポンがあるかどうかで勝率がマジで。まあ一旦の役かな。さあスパーキーはちょっと厄介になってくるね。マジで。1交換できたらいいかな。うわあやだこれ。うわあ同じな中身すごくないですかこれ。中身ミニペコームミラもうね主軸が違えば何でも成立する。この中身入れとけばねそういう環境なの。ミニペスケコウモリ入れてあと何でもいいよっつって。じゃあこのデッキだとまあそれこそクロスとかもありますよね。じゃあエリシャイクロスにしてトルネいらないんでもう何でも変えるみたいな。いやーこれちょっとねきついな。どうやってしまうの。我慢して。痛い。やばいな。しっかり環境のねメタ引きました。ちょっとめちゃ痛い策したって。結局このミラーが入ってる理由もあれですね。エレジャイ出してエレジャイミラーのやっぱ2回目のねエレジャイのエレジャイが強いんですよ。
そう。それも、クリアがあることによって、そこをね、抜けてからのスパーキーからのスパーキーになる。やばいか。ワン、ワン。やっぱり手形する。さあ、マッサージ勝ちたいならこれ OK。エリコンの学校をロキにすればスパーキーは耐えれます。はい、まあでも結局エリコンのねこの高回転でエリチェン出しまくるのも楽しいので、まあ、スパーキーが上がったらもうしょうがないと思いましょう。はい、ということでぜひこちらのねもうただただ高回転でねエリコン置いてエリチェン出しまくるデッキです。まあシンプルに楽しいんでぜひやってみてください。ヤクルマちゃんと声がもお願いします。お疲れちゃんです。またね。